実際その動画作ってウェブに載っけるとか YouTube に YouTube 広告載っけるとか本当に意味あんのかいなというふうに思われてる方も多いと思いますし、いまだに何か作った方がいいのかな何なのかなと思ってる方も悩まれてる会社さんとか、お店の方とかもいると思いますけれども、正直申し上げると、私どもは映像の制作会社です。で、お前のところで映像の制作やってるから映像いいですよ動画いいですよって売り込んでんだろうって思われると思いますが、まあ、そういう確かにそれが目的なんですけれども、逆にお客様から、お金をいただいて、で発注いただいて作るってことはたくさんやってるんですけど、自分の会社のために自分たちで、それを発信していく、動画を作って発信していくっていうことには あまり積極的ではなかったですというよりほとんどやってなかったです。で、ちょっとそれってその動画は効果的ですよって安価で、理解を得て発信親近感を得るための強力なツールですよなんて言ってて、やってないのはどうよっていうことで、これから積極的にやっていこうとしてるんですけれども、もし今回アップしてる動画を見て、お前とこの会社なんとなく信用できそうとか、なんとなく良くなさそうだとか、良いにしろ悪いにしろ伝わるものがあったとすると、これって動画の効果だよね、ある種の動画の効果だよねっていうふうに理解していただいていいんだと思います。で、僕ら映像のプロですけれども、自社のためにはこうやって代表がちょろちょろっと顔を出してちょろちょろっとインタビュー動画を撮るっていうですね、非常にコストパフォーマンスがいいのか悪いのか分からないですけれども、リーズナブルな手法で今発信してますけれど、逆にお客様に対しては我々映像のプロとしての、いろんな形の演出だとか表現手法だとか、も含めて提案して、当然お金をいただくんでそのお金を十二分に活かせる形のものを提案しますんで、こんなちょろちょろっとしたものでも何か伝わるんであれば、さらにそれをより効果的に伝える手法や、表現ということを提案しますんで、ぜひ一度、信じていただいて、我々にもそのお客様の商品サービス会社学校の魅力が伝わる、より深く伝わる、より広く伝わるために、そのお手伝いをさせていただければと思ってます。よろしくお願いします。